ノックティは神奈川県川崎市高津区溝の口にある商業ビル。正式名はノックティプラザ。大規模小売店法上の名称は溝の口駅北口地区第一所市街地再開発事業施設建築物。管理運営は溝の口新都市株式会社が行っている。1997年9月開業。ノックティの名称は溝口のノックチティによる。 溝の口の駅前再開発により建設されたビルのうちの二棟で、駅に近い側にあり主に専門店が入る、ノクティーチとその東側にあり、丸いが各テナントとなっている、ノクティにからなる。いずれも南部線武蔵溝の口駅、東急田園都市線溝の口駅と、通路で2階フロアとつながっている。地上10階、地下1階。専門店街が中心で、その他10階と、 地下1階が主に公共施設となっている。5階と9階に連絡通路があり、ノクティにと行き来が可能となっている。地上12階、地下2階、多くを丸井が占めるほか、飲食店街、駐車場、市営駐輪場などが入る。11.12階は川崎市の施設、高津市民館となっている。このノクティは、溝口駅北口地区市街地再開発事業の 一貫として建設された。当時溝の口は川崎市のほぼ中央に位置する高津区の中心地であり、JR 南部線と東急田園都市線とが交差し、多くのバス路線も集中する交通の結節点であった。溝の口駅には駅前広場がなく、周辺の道路が狭かったため、 駅周辺の交通渋滞の緩和や歩行者の安全確保の観点から、早急な基盤整備が必要とされた。駅周辺の地域経済の活性化に向けて、新たな客層を呼び込むことが期待できる買い回り性の高い商業施設を誘致するため、有給地を市が取得し、公共施設と施設建築物を一体的に整備する再開発事業が行われた。 溝の口駅北口筑市街地再開発事業2017年1月10日。ありがとうございます。